あ、いいですよ、どうぞ。はい、こんにちは、やってまいりました。天武持統天皇陵でございます。ずいぶん変わりましたね、ここは。先ほどね、このお母さんの斎明天皇陵も行ってきましたからね。それから健康室学校斎明天皇陵今行ってきましたけどね、お母さんの墓でございます。天武天皇のね、とか天智天皇のお母さんでございます。で、天智天皇の子供さんが持統天皇ですからね、ちょっとややこしくございますけど、飛鳥に来るとき必ずね、大概歩寄ってるんでね、撮影しないことも多いけど、はい、ありがとうございます。はい、いいね、このバスね、素晴らしいバスです。この辺から一番いいかな。はい、ありがとうございます。これも8角分ですからね、なんか確認できんかな。近く軍事部と言われてるんだけどね、中入れんし、ちょっと横回ってみようか。これじゃ全然八角には見えないな。わからんな、これじゃちょっとわかりませんね。これじゃ除名と天皇以降はね、八角軍事部と言われてるんだけどね、天皇の公文は。分からんかね。いや、分からんな。分かりませんね。こうこうこうか。いや、ちょっと分からんな。ちょっと分かりませんね、これは。いや、こんな明るい時もあるの初めてやな。いつもなんか朝、夕方が多いか、朝とか朝一番とかね、こんな太陽が出てるの珍しいね。こんな明るいのじゃーん、あれじゃーん、おお、すごく高くなってますわ。これがさっきの健康水塚、健康水塚湖みたいにね、張ってあったかもしれんね。石をね、一個も見当たらんな、こう八角は。分からんな。さあやろう。これ八角分地の聞いてんねんけどね、なんか確認のしようがないね。これは1、2、で、その辺で、そこで3。3かな。なんかこんな見えるの珍しいですね。前は本当にこう、やぶになってましたからね。随分高いでしょ、山。白馬らやね。いやー、やっぱりわからんな、そこがな。ほら、こんなんで見れるの初めてやわ、これ。これなんか木切りはったんかね。こら綺麗に見えるんだけど、はい、これここでどうですか。ここでち
ここの角ね、1、2、3、4角、ここで4つ目やけどね、8角やったらあと4角いるんやけど、あ、わからんか確認取れんか、こっちは残念。ちょっと確認取れんな、8角の。ここ天皇陵やから、ああいうふうにはできないんだね、建国塚古墳みたいには。ああやって修復整備してくれたら綺麗なね、八角群の石張りができるんだけどね。ああ、分からんか、分かりませんか。まっすぐやもんな、これやっぱり分かりませんね。なんか手がかりになるのことないの。三、これが一辺で、分からんな。わかりませんわ。はい、ありがとうございました。残念でございました。わかりませんでした。ああ、八角くんって書いてある。はい、これが建国塚古墳みたいな感じになってるね。